皆様こんばんは。お酒の塾長です。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯307杯目になります。ジャパニーズウイスキー、宝酒造が作るキングウイスキーですね。その銘柄の登場です。早速飲んでいきましょう。お酒の種類はウイスキー、ブレンデッド、ジャパニーズ、銘柄キングウイスキー、リン、セレクト、原産地日本、販売者宝酒造、アルコール分37度になります。金額は753円で購入をさせていただきました。リーズナブルな価格ですね。レジスタードトレードマークキングウイスキー、貫いたのは原料や製法への凛とした姿勢です。いいですね。じっくり熟成した原酒を厳選して生まれたキングウイスキーリンセレクト、凛とした香り、まろやかな味と喉越しをお楽しみくださいっていう銘柄ですよね。なお原材料、これはウイスキーなんですが、原材料モルト、グレーン、そしてブレンド用アルコールを、配合してるっていう記載になっております。宝酒造さんはキングウイスキーリンセレクト、この銘柄をですね2016年の11月に発売されたんですね。でそれによってですね、いわゆるリニューアルですよね。現行であったキングウイスキーリンは終売になったっていうことなんですね。でこのねセレクトの銘柄は、発売されてたキングウイスキーリンに、いわゆる元々のやつですね、それに使用する原酒に今回新しい原酒をセレクトしてブレンドすることによってですね、よりすっきりとした後味を実現したウイスキーっていうことなんですね。それによってね、前のねキングウイスキーリンのユーザーさんにもですね、長年親しまれてるデザイン基調はそのままにして、まあこういうデザインなんですね。ウイスキーらしさや上質感とともに新しく、選び抜いた原酒を使用していることを表現するために、あえてセレクトというネーミングを採用したってことなんですね。でこの背景にはですね、やはりウイスキーブームですよね。近年急増する国産ウイスキー需要に対応する、それによってですね、幅広いユーザー層を獲得してですね、ブランドのさらなる育成に努めていきたいという、そういうね、背景があってね、この商品は出たってことですね。でキングウイスキーっていうのはね、聞いたことありますかね。あまりね聞きなじみないかもしれませんけど、実は結構歴史は古くて、戦前よりねこのキングウイスキーっていうのは製造されてたんですね。で宝酒造さんは、例えば1947年に大黒葡萄酒の白川工場を買収してですね、ウイスキー白川の生産を行うっていうことなんですけど、この大黒葡萄酒っていうのはあれですよね、現在でいうメルシャンですよね。日本のワインのトップといいますかね、メルシャン、これの昔の名前が大黒葡萄酒ですね。そのようにね、戦前からねこのウイスキー扱っておられて、さらに驚くのはですね、1985年スコットランドの北ハイランドにありますトマーティン蒸留所を日本企業として初めて買収に成功したというね、さすが宝酒造って感じですよね。そのような歴史がね あるんですね。キングウイスキーを、扱ってる宝酒造さんっていうのはですね。でなおこのトマーティン蒸留所は今はね、扱っておられずに、確かの国分さんですかねが、扱っておられると思います。
でね、今回これをね、販売製造されている宝酒造さんっていうのはですね、お酒、いわゆる酒類ですね、そして調味料事業とかバイオ事業などを展開する宝グループの、メインの事業会社としてですね、国内における酒類調味料事業及び、これ大事ですね、酒精事業を展開してるっていうね、そういうね、会社なんですね。それで酒造りの歴史っていうのはですね、これまあ日本酒から始まってるんですけど、京都伏見、名城市ですね、女酒で有名なとこですね。江戸時代後期の1842年に、始まったんですね。この宝酒造さんの前身はですね、よもけ四代目宇之助さんがですね、清酒のですね、製造と販売権利の譲渡を受けてですね、伏見酒造のですね、28軒の仲間入りを果たしたっていうことなんですね。で、現在宝酒造さん、名前聞いたことありますよね。どういうものを扱っておられるかっていうのをちょっとね、箇条書きと言いますか言っていきましょうね。やはりですね、焼酎ですよね。氷焼酎ナンバーワンブランド宝焼酎、そして宝焼酎純、聞いたことありますかね。あるでしょうね、多分ね。ということを筆頭にですね、あとは全量芋焼酎である一個もん、そしてですね、麦関係ですね、チラシンケン、さらに米関係のヨカイチ、どれも聞いたことあるブランドじゃないでしょうかね。有名ですよね。そして日本酒はやはりこれですよね、喜びの清酒というふうに言われている松竹梅ですよね。さらに最近ではですね、スパークリングの清酒、松竹梅白壁蔵の美桜、これも有名じゃないですかね。というようにですね、日本酒もね、当然ながらね、展開されておってですね、で、続きとしてはいっぱいありましたよね。宝焼酎ハイボール、そしてチューハイとして衝撃的なデビューを飾って以来30年以上にわたって人気がある宝缶チューハイ、皆さん飲んだことあるかもしれませんよね。まあ、そのようなものを扱っておられたりとかですね、ちょっと話長くなりますけど続きますと、あとはですね、ブランデーキングブランデー VO ラン、名前ですね。そういうものね、扱ってたりするんですね。プラス輸入系統はですね、やはり紹興酒有名ですよね。紹興酒、シャオシン酒、東海、さらに中国の、経過陳酒、他どういうお酒があるかと言いますと、バーボン、シングルバレルバーボンのブラントン、プレミアムですね。さらにスコッチウイスキーブレンデッドですね、アンティクアリーとかで扱っておられたりするんですね。で、忘れてはいけないのはですね、みりん、トップブランドとして日本の食文化とともに進化発展を続けてきたという宝本みりん、これ皆さん使ったことあるかもしれませんね。というようなね、ことをね、大きく扱っておられる会社さんなんですね。で、ここちょっと言いたかったんですけど、ポイントはですね、この宝酒造さんはですね、原料用アルコール、いわゆる酒精をものすごいね、巧みに扱うんですね。連続式蒸留機によって原料用アルコールを製造してですね、日本国内全国清酒、焼酎、リキュールメーカーへ販売してるっていうね、この原料用アルコールっていうのをですね、巧みに扱うっていうね、会社さんなんですね。この酒精を扱ってる、原料用アルコールを扱ってるっていうのがね、一つ楽しみ、どのような酒の質になってるかっていうことがポイントですね。ということで、早速ね、オープンしていきましょう。非常にリーズナブルなウイスキーですが、さあどんな味わいになるでしょうか。リンセレクトキングウイスキーって書かれてますね。いいですね、なんか風格がある、ボトルデザインになってますね。オープンします。まずはストレートを楽しんでいきましょう。
この黒の字にね、こういうあの白の金って結構なんかラベル的に美しくて、なんか私個人的に好きですね。まずは、ストレートの外観を楽しんでいきましょう。さあどうでしょうか。そうですね、一般的な琥珀アンバーって感じですね。うん、サイがあってね、なんだろう、光沢があるような感じがしてですね、いいですね。香りを取ります。あ、やっぱりそうですね、練れたアルコール感、そしてですね、ハーバルな印象、いわゆる酒精ですよね、アルコール感をですね、まず第一印象としてですね感じるような、イメージですよね。うん、やはりね、なんだろう、シンプル&スマートな感じがしますので、これはどのようなね飲み口になってるかっていうのをね、これから試していきましょう。飲みます。うん、おー、なるほどね、やっぱアルコール感のパワーが強いね、やっぱりね、シンプル、そしてストレートに喉に流れてくるって感じですね。うん、直線的です。まあこれはこれでね、やっぱりね、なんだろう、早く、なんだろう、酔いたい方とかですね、まあ私みたいなもんなんですけどね、そういう人にはいいですね。なんていうのかな、ゆっくりちびちび香りの変化を楽しみながらっていうよりは、これはおそらく私の推測ですけど、まあロックもそうですし、ハイボールのような飲み方で、すっきり爽快、シンプル、スマート、ストレートな感じ、そういう酒質に合うようなね、風味になってるんではないだろうかというふうに推測します。水を加えていきましょう。加水です。さあこんな感じでしょうかね。まあどのような感じになるかね、試していってみましょう。楽しみですね。加水をいただきます。香りはどうでしょうか。おー、これはね、あれですね、甘い樽系のバニラみたいなですね、さっきのね、アルコール感の、支配的なものからですね変化しましたね。樽貯蔵系のですね香りがものすごいぷわって出ましたね。まあ、いわゆるバニリンですよね、バニリン系統がふわって出ます。うん、あとはですね、焦げた感じですわ、キダルが焦げた感じの、なんだろう、懐かしい焚き火、甘い感じ、木が焦げた匂い。うん、そしてですね、アルコール感とともにですね、ハーバルな印象、青草とかね、若草のような、いわゆる、青色系統のグリーン系統の草みたいな感じっていうんですかね、まあ、香草類って言ってもいいかもしれませんね。ただ全体的にはやはりですね、シンプルスマートな感じは、しますよね。加水を飲んでいきましょう。やっぱりそうやね、割ったらどんどん飲めてしまいますわ。ストレートはやっぱりね、パワーがものすごい強かったんですけど、割っていくとですね、なんだろう、より一層馴染んでいくと言いますか、あなた好みの飲み方に任せますというようなね、そういう、言葉の表現が適切か分からへんけど、受け身的なですね、酒質の感じがしますよね。これはこれで面白いですよね。さすがですね、いろんな酒のことを、知っている、知見がある、実績がある会社が作るウイスキーですよね。では続いてロックを楽しんでいきましょう。ロックすごい期待できますよね。ステアをしていきます。5、6、7、8、9、10、11、結構混ぜた方が冷たくなってきてですよね。
結構やっぱサラサラしてるような粘性ですよね。やっぱりそれだけシンプルっていう風に言えるかもしれませんよね。私の経験上の話ですけど。よいしょ。ロックを楽しんでいきましょう。早速飲んでいきます。あ、いいですね。この外観が、ね、風格あっていいね。本当にね、いつも言ってるけど、飲みます。うん。お、喉のコクがすごいね。ガツンってくるね。やっぱりね、重複しますが、シンプル、ストレート、スマートな印象で、直線的な酔いがきますよね。早く飲んで早く酔う、そういうね、の人にもいいですし、やはりなんて言うんだろう、そうね、私思うんですけど、お酒ってピーチクバーチク、私が特にベラベラ、なんだろう、うんちくとか語るんですけどね、飲んで酔えて楽しかったらいいじゃないかと、そういう方もやっぱり現実多いんですよね。そのような方に、うってつけな酒の質、酒質、風味なのかなと思いますよね。いや、やっぱりいろんな価値観があって面白いなと思いますよね。こういうね、お酒関係、そしてですね、この、酒質、そんな風に思いますよね。さあ、最後ですね、ソーダ割りを楽しんでいきましょう。先に、ウイスキーを切れめていきまーす。さっき間違えて先に炭酸開けてもうたんですね。やっぱりそういう意味では酔いがね、直線的に来るからいいですね。すぐに、なんだろう、時短、今時短って流行ってますよね。時短で酔える、そういうね、ものも大事かと思いますよね。このソーダ割り、なんかえらい美味しそうな外観してますよね。美味しそうなっていうよりも多分美味しいんでしょうね、これね。ソーダ割りを楽しんでいきましょう。まずは香りを嗅いでいきます。うん、香りは控えめなんですけど、なんだろう、先ほどのアルコール感もそうですけど、どことなく家具とか文房具とかを彷彿させるような、木の優しいような、風味を感じますね。うん。そしてあとですね、ですね、かすかなんですけど、柑橘系統ですわ。レモン、グレープフルーツ、オレンジのピールですよね。皮。そのような、軽やかで軽快な、爽快な印象がある香りですよね。ソーダ割りを飲んでいきまーす。いただきまーす。なるほど。やっぱりそうですよね。ハイボールがやはりですね、一番なんだろう、馴染んできやすい感じがしてですね。で、この系統に多いのは、やはり日本人がブレンドしてですね、このような酒質にするっていうことはですね、やはりお料理、つまみ、それが主なんですよね。酒は10、何杯でも飲み続けられるような、飲み飽きない、申し分のないような飲み口、そういうような方向性が、なんだろう、私の直感ですけど、わかるような気しますよね。非常に納得できますよね。これでいいと思いますわ。方向性は間違ってないと言いますかね。私もこういう方向性賛成ですね。さすが高田酒造さんが作るウイスキーですよね。すごいね、深く納得した感じですね。いやー、今夜もですね、面白いウイスキーに出会うことができましたね。とても勉強になりました。では今夜はキングウイスキーリンセレクトで乾杯。